返すと逆まさに名言になる。怪我は治るけど、ことは治る。ことは治る。だからここら辺でこぼすとみんな考えない。中でやると途端に鬼になる。そりゃそうだよ、許されねえよ。今からアメリカ行って1台持ってこいみたいな。え、通貨あるのか今アメリカ。ないでしょ。余ってないでしょ。余ってない、余ってない。あるけど余ってない。譲ってくれたら怒られる。譲ってくれたら怒られる、うん、お互い足んないからね、パーツもね。もう作ってないの。もう作ってないの。そうだ、入れ替わって大丈夫か。いいかい。はい、それじゃあ上げるよ。うーい、こんなん作ったら高く作ったりって結構中の部品とか、うん、中の部品とかさ、うん、パソコン以外の部品、うん、っていうのはさ、結構既存の、なんだろう、うん、ゲーム機の相手のなんか業者があってさ、うん、あ、そうか、そうか、そうそうそう、そこでもまあ、買えるっちゃ買えるんだ。でもスロットなかなかないよ。スロットルもそこにある。なんかこの辺まだスロットルもなんか僕は俺ん家にもまだ4本くらい転がってたりする。最初は本当に何本くらいか。これがほらデトロイトのコースはテスラ作りたいみたいなので、でこのパソコンが余るんだよね。余ったんだよ。しかも若様に置いてる。え、若様に。そうそう、一滴若月の家に保管してたから。俺ん家に置いといたんだけど、ちょっとが帰ってくる。かぶしたぜ。開けなくちゃならなくて、開けを置かなくてね、どうしようって思って、そこで行ったら若月ん家がうちだったら置けるからって、しばらく若月ん家に置いてたんだけど。涙なんだよ、この話題がこの中に突っ込んだ話だってさ、そこからでしょ。その日はこれだよね。この子持ってきたよなって話だよね。横浜のミラノからあれだよ、あの建築自体は買ったんだ。ユニクションをレンタルしてさ、なんて言ってミスって言われてきてもらって、あれでもうクレーンでこうやって乗っけて、うん、でまたそこで下ろすよ。商店街に何事かと思うんだろうね。結構協力的だったよ。一応やる前にもうそこら辺でもう自転車で大切なのかもしれないですけど、僕も八百屋、まあ、今も八百屋だけど、まあ、ケース違う八百屋だったのでそこに入ってたんですけど、大体近所の店誰か知り合いで、その状態にしてたんだ。もうここできてからはもうすごかった。みんなが隣のあの和菓子屋も結構なんか老舗でさ、あのおっちゃん話好きなんだよね。最初俺話好きだったりして、なんかあのおっちゃんみたいな感じで、何者かと思うよね。超話好きだよ。結局嫌いですけどみたいな。せんべい買いに行っただけで1時間ぐらい話した。揚げ句の端になんか、それは辛いです。余った余り物とかなんかここまで来てなんか。マジで？お土産持ってくる。こっちは何も持ってけないのにね。いや最初さ、ここって一番元の骨があの換気扇だなと思ってたの。で、こっち側が気難しそうな和菓子屋じゃん。なんか思ってたんだけど、全然影響があってさ。大家さん、この状況で入ってきて普通話すここでやってる。でも外じゃ起こしなかったもんね。やってんのか。そうそう、パッと見て、あれでもね、一応ね、外出て、ね、
走ってると、まあ、車の方がうるせえと思うよ、車の方がうるさいってことなんだね、結局ね。いろいろな面で使ったんだよ。最高だもん、もしかしたらできちゃったんですけどね。何この正面から道開いて何このヨガちゃんがしゃがまない危険が完全に止まりにした。要はこう、あれスクラッシュ、え、スクラッシュ結構入るかなりでかい、うん、え、今なんか結構なんかやばそうだったの。かなりリアドアに入ってる、うん、ああなぜかリアドアに入ってる、リアドアに入る。あ、そっか、ちょっと違ったっけ、それから。鉄とかリアドアに入る、バージョン3から出た前として違う。あ、そうか、そうか、まあ、さ今度はあれだよ、クラブやりに来てよ。ねえ、すごいよ。でも俺リクラ上げたよ。リクラ上げたよ。いや、すげえぞ。半端ねえよ。うまいとか下手とかあんま関係ない。あ、これうまくねえ。すごい。かっこいい。さあ、昔あんま関係なかったんだよね。どうなんかね。テスラ最高よ。テスラだったらいいよ、確かに。テスラもう。飛ぶからさ、なんかね、スピード感じゃねえじゃん、こんなのみたいな。あのね、もう。ゲートの間をビークルがスコッと入っていく瞬間の気持ちよさ、こいつだと、もう、たまらない。溶かしたやつだって、ほら、あの、ブーストかけるとさ、クマ送りみたいな。ああ、なんか、これで死んだの知らないよね、言ってるわけわかんねえ、みたいな感じで、なんかピンとこなかったんだけど、そう、ですが最後に、なんか、将棋で、行った時にイラスト撮ったら、ビークラで、で、その時やったら、あれより飛ばない。これならわかるけど、最初、京都で初めてね、このバーでレクラやったの。いいんだよね。いいんだよ、すげえ、これはレクラを超えたら。わかるわかる。ちょっと、スペックのね、ちょっと。ちょっと先のコースが。はい。あの、そう。あの、ウェイファイヤーだと。来られた。どうしてーあの、疲れてそうなんだよ。下に、バーッとね、下の方が、トイレの方が。
ジープでちょっと森を行こうぜ。それ面白そうじゃないことは、僕は森の中ジープで発想していくの。いいのかな、あんなことして。今日はあのみんなで、あの夜まとめてみんなでやるから、ここでキャンプファイヤーをやるから。よくわかんない。まとめてくれ、キャンプファイヤーをやるね。そうだよね。キャンプファイヤーやるの、本当に。で、そのためのあの薪を作るからつけて、チェーンソーチェーンソー出てくるやつね。生木じゃない。生木切ってキャンプファイヤーなんだ。恐ろしいぐらい煙が出てくる。そうだね。これ置いてあった木なのかな。多分置いてあった丸太じゃん。丸太切って出なきゃな。順位。あのリプレイの順位。